これは今日岐阜市内で開かれた自民党岐阜県連の選挙対策委員会で正式に決まりました。委員会では選挙対策委員長を務める武藤洋司県連会長や村下貴夫幹事長、立候補を断念した渡辺武幸参議院議員ら県連幹部が推薦者の協議を行いました。委員会終了後、選挙対策委員長の武藤洋司県連会長は協議の上、江崎義秀氏を推薦することで一本化していくことを明らかにしました。最終的に本日江崎義秀さんを自由民主党岐阜県連の推薦候補者とすることを決定をいたしました。江崎さんしかいませんけれども、そういう形の中でしっかりと、政策協定、これからどういう形でやるのかをやっていかなきゃいけませんけれども、しっかりとした岐阜県の発展のために頑張っていただける人を選んでいくという形で、非常に理にかなった形になっていけるかなという気がします。やっぱり、県知事選はですね、自民党だけじゃなくて、やはり他党ですね、他党の方との相乗りといいますか、そういう選挙になってくるということでありますので、早く自民党でもですね、決めて、それは選挙のための準備もありますので、今日決められたというのは非常に素晴らしいなと思っています。前回2021年の知事選では、保守分裂選挙となっていましたが、今回の選挙では自民候補の一本化にこぎつけることができました。今回の県知事選は現職の古田一知事が不出馬を表明し、自民党の渡辺武幸参議院議員も立候補を表明していましたが、今月9日立候補を断念。共産党の推薦で産業カウンセラーの和田玲子さんが立候補を表明しています。任期満了に伴う県知事選は来年1月9日告示、26日投開票の日程で行われます。